さて YSP 西東京さんでタイヤ交換を終えました。ついでにですね、シート高をですね上げてもらいました。シートをこう固定している差し込み口が2段階あって、それの低い方でこのバイクを借りしてきてですね、しばらくその状態で乗ろうと決めて乗ってたんですけど、やっぱりちょっと膝の曲がりがきつくて、あとなんかこうリア下がりな気がしてですね、ちょっとバイクのひらひら感に欠けてたんですけども、ヤマハ車でいうとちょっとこう重心高めで乗ってあげた方が、よく動いてくれる、そういう設計になってるような気がするんですよね。今ねだいぶシートこう上がってるので、僕が乗ってる位置が上がって、もっと高いところからバイクをこうバタンバタンとできるようになって、もっと楽しくなっちゃいました。それプラスタイヤが T32 から S23 になって、タイヤが形状やっぱり立ってるので、こっちの方がですねこうバイクを傾けたりするのが楽しいですね。ひらひら感がね気持ちいい。で、あとタイヤまだこれ、新品の、コーティングついてる状態なので、もちろんお店でもですねちょっと気をつけて乗ってくださいねなんて言っていただけたんですけども、その辺ちょっとしっかり剥がしていかないと本当のところはわからない。とはいえ、これはですねどなたもパッと乗った時に、あーこれは素直なタイヤだな、で、すごくこうリニアな感じがしていいなってね、思うと思いますよ。気持ちいい。すげー楽しくなっちゃった。なんかトレーサー今回まったりしてるな、まったりしてていいな、まったりしてて上質だななんてずっと思ってたんですけど、シートを変えたこと、それとタイヤ変えたことによって一気にですね、ちょっと乱暴なあれですけど手練れ感が出たというか、高いバイクになりましたね。高さのあるいいバイクになってくれました。ここについてるこのキーホルダー、このバイクここに真ん中にちょうどねシュコってはまる。これハンドル切ってもねこう関係しないから、これずっとここにいる。ここいいな。レザーでここ傷つけないし、週刊バイク TV ロゴうっすら見えてるし、ちょうどよかった。で、S23 がうんぬんっていう話は S23 もうちょっと乗り込んでみて紐解いていってから、ちゃんと言語化して、今時な言い方すると解像度を上げていきたいので、ちょっとさておき、ちょっとね甘じょっぱい昔話していいです。昔々、とあるところにモータージャーナリストになりたい少年がいたんですけど、とはいえいきなりモータージャーナリストになりたいって言ってもそんな試乗経験があるわけじゃないで、操作の、運転のスキル、ライテクがあるわけでもない、超遅いし下手くそだし、で知識もなければ縁も何もない、もう全く何もないところから始まった少年がいるんですけども、そんな時にですね当時雑誌の元ナビの川西編集長がですね、アルバイトならさせてあげられると、そんな原稿を書くっていうのも最初からは書かせてあげられないと、いずれねっていうふうに最初に面倒を見てくださったんですけども、で、元ナビの、記事を書くために、とあるバイクがあってですね、そのとあるバイクのタイヤをとあるタイヤ屋さんに行って交換してくる、ただ単にバイクを配送するだけのアルバイトだけど、どうやってみるって言われて、もう本当にただのお使いなんですよ。でもそれでも当時川西さんはアルバイト代出してくれて勉強させてくれたんですよ。で、その時のバイクが YZF-R1 なんですね。クロスプレーンの最初なんか2009とかその頃の車体だったと思うんですけども、で、世田谷にあるですねタイヤ屋さんに行ってタイヤ交換をしたんですけども、それがスピードスターでですね、三茶から行くと近いんですけど、東京で一つ伝説的なタイヤ屋さんなんですけど、それ以来僕もずっとお世話になってるんですけども、で、そこに乗って行ってタイヤ交換して帰ってくると、その時新品タイヤをそんな 1000cc スーパースポーツでいきなり乗るっていうのはかなり初めての体験で、今ね思い出した、すっごい怖かった。めちゃくちゃ怖かった。で、しかも R1 だから多分 RS10 とかでしょ当時で、そういうスポーツタイヤだったと思うんですよ。もうそもそも元ナビの編集部で、じゃあこれ R1 これ気をつけて乗ってきてねっつって渡してもらって乗り出した時に、もともとリッターバイク乗ってたから別にリッターバイクだからっていう恐怖心って僕はなかったんですけど、背もあるし運動神経もちょっと自信あるしと思ったら、その時の初めて乗った R1 のスロットルのそのシビアで、もうとにかく
もう 0. 何度でもスロットルを開けようものなら車体がもう爆発的に加速すると当時は思ったんですよ。でもめちゃくちゃ怖くて街乗りするの、もう本当にスロットルを1ミリしか触れないんですよね。でギクシャクするし、グリップしてんだかどうか分かんないし、前傾姿勢超しんどくて体中の関節が痛いし、その時は本当怖かったですね。でお店で受け取ったらもう氷の上を走ってるようなグリップ感一切感じられなかったんですよ。でお店の人からじゃあそういうお仕事の見習いね、じゃあ OK、 また休日でもおいでなんて優しくしてくださったんですけど、タイヤ交換してうちの店出るところのそこでいきなりスパーンって、ま、回っちゃった人いるから気をつけてねって言われて、それをね、まあ、しなかったですよ、せずに済んだんですけど、簡単に起こるなっていうのは体感した。いやー魔女っぱかったな、その時本当に怖かったな。まあそれが後々になんか自分なりには自在にそういうバイクとかタイヤを扱えるようになるまでは、まあ練習の時間とお金はものすごい使ったけど、でも練習すれば誰でも理解できるんだとも思うし、あの時があって今があるんですけど、あの時に乗った先代の R1 と新品タイヤ、空気圧 2.5、2.9 っていうのが意味わかんないぐらい怖かったな。だけど今は転がしたいからお店の人が、空気圧は規定通りの 2.5、2.9 になってますって言われて、でも昔ってなんかこう意味もなく空気圧を落とした方がグリップするとか落とした方が安全ってなんか思ってたところがあって、でまあ確かに落とす恩恵はあるんですけど、まあ例えば2人乗りしない、荷物積載しないとすると適正な空気圧というのは人それぞれにあるから、だけど車体メーカーとタイヤメーカーがおすすめしているもので乗るのが一旦はメニューレシピとしてはドフラットだと思うんですよね。そっから都度その環境とか条件とか要件に合わせて変えていくものだと思うんですけど、あんまりそこ知識ないまんまただ空気圧を落とすっていうのはちょっと僕はあの時失敗してましたね。で今これ、まあ、S23 新品コーティングバリバリ、タイヤツルツル、溝掘ってないところはもうスリックと見た目変わんない、そんな状態ですけど、まあ、グリップのさせ方とグリップがその自分の操作ミスによってどういう操作ミスをすると失えるのかっていうのは経験則であるから、まあ絶対ミスんないですよね。もうさっきお店出たところからもうね、いきなり楽しかった。やっぱ好きなタイヤ、好きなコンパウンド、好きな構造、好きな形状で好きなバイクで、かつライポジが自分の体に合う、こういった条件が整うとすげえ気持ちいい。いやーこの状態で売りゃいいのに、こっちの方が面白いんじゃないかな、お店の人にもこの状態で乗ってもらった方が面白い気がするな。まああとちょっと好みの話ですけど、ちょっとこのバイクね、前後によく動きすぎるというか、本当にダラッと走るぐらいだとちょうどいいけど、ちょっとカチッとしたことしようと思うと、もうちょっと特にフロントフォーク動き遅い方が好きだな、あとリアもうちょっと長さある方が好きだな、あとちょっとフロントフォークの中身が変わってくるのか、なんかね、ブレーキの効きの体感もフロントのブレーキとフロントのサスペンションって同じものというかつながりがあるんですよね。例えば、本当に効くかどうかはさておき、ブレーキが効いた気がするようにするためにはフロントフォークの動きをめちゃくちゃ速くしてあげると、チョンってブレーキレバー触っただけでもフロントがドコーンってダイブするじゃないですか。そうするとブレーキが効いた気になりますよね。だからサスペンションセッティングとブレーキのセッティングっていうのはある程度一緒にした方がいいものだと僕思うんですね。だからパッドだけパッと変えちゃうとフロントの入り方が同じ手の操作してると変わっちゃうから、そのパッドなりの操作もしなくちゃいけないし、このバイクちょっと現状の好みでいうと、もうちょっと、まあ、マスターももっとなんていうのかな、1から10段階じゃなくて1から100段階に分けて使えるマスターもあるし、パッドももうちょっと初期から、手応えがあるで、奥でさらにもっと効き足してくれるもの、ただ立ち上がりが、二次曲線じゃなくてこう正体の1対1の正比例
なものの範囲内でももっと単純にパッドそのものの効かせ方は変えようがあると思うんですよね。だからこのバイクを完全自分仕様にしようと思うと、まあ、前にレイブログでも、R1 とか R6 とかでいっぱいそういうのやりましたけど、このバイクも変えられるなら変えちゃいたいとこは結構ある。まあ、テネレの時に、まあ、がっちりと自分の好みにしてたから、やっぱね、自分のためにテイラーメイドしたバイクって格別なんですよね。バイクの面白さってやっぱ操ることにあるっていう人の受け売りなんですけど、操ることにあると思うんですよ。だったら操りやすい形にしてあげて、自在に操ったならばやっぱ格別に面白いんですよね。いや、トレーサー圧倒的に面白くなっちゃったな。まあちょっとシートか上げたから、まあ、両足ギリベタ、まあ、ベタ好きではあるものの、やっぱちょっと不安とかは出てくるけど、でもね、そこを失ってでもちょっとやっぱ高い位置に座ってた方がこのバイクいいな。思い出した、 BM の GS 借りてた時もそうだったんだ。 GS をね、低い状態で乗ってるともうまあいい意味で眠くて、でそれを持ち上げてあげると一気にスポーツバイクになるんですけど、あとライディングモードでいろいろこのスロットルのオートを変えてあげたりとか。だからバイクって本当に操作系の印象で動き方まるで変わってくるんですよね。面白いですよね。いやいいな、 S23 いいな。まあ、22の時でも、もうオールマイティだな、文句はライフだけだなと思ってたけど、23でライフ伸ばしてるらしいので、もうちょっと付き合いやすくなるんじゃないですかね。ただ、まあ冒頭でも話したけど、まあ1年に1回対抗感した方がいい気持ちで言うと、まあ距離ね、そこまで気にしなくてもいいんじゃないかなとも思うんですけどね。ああ、気持ちいいな、途端に気持ちいいな、全然違うな。ということで今回は T32 から S23 に、タイヤをですね履き替えてまいりました。まあ今乗ってるだけでも、 もう結構結論的な話なんですけど、 S22 よりもさらに透明感増してますね。ハンドリングがいいバイクだったら履いた方がいいし、前に S22 の、試乗会で、ブリヂストンさんのテストコース入った時に、まあ担当者の他のジャーナリストとも言ってたんですけど、まあ、ハンドリングが劇的に悪いバイクがあって、で他車タイヤ履いてて OE で、でそれを S22 に変えたらもうハンドリングが若干直っちゃって、すごいですね、ハンドリングで直るもんなんですねって話を当日現場でしたこともあるんですけども、でも S23 は何に合わせてもいいと思うけども、特にハンドリングがもともといいバイクだったらなおさらタイヤが邪魔しない、タイヤが透明感高くバイクのいいとこ出してくれると思うので、これはねもうねめちゃくちゃおすすめですね。言うことない。まあ、もうちょっとちゃんと乗って、またまとめのタイヤの感想は別の動画でちゃんとやりますので、まあ結論さらにその理由深掘りというところはぜひそっちをまたご覧になってください。あと S23 のプレゼンテーション資料をですね、まあ、解説考察している動画もありますので、概要欄のリンクからぜひご覧になってください。次のタイヤ S23、ぜひご検討ください。ということでまたお会いしましょう。以上レイがお送りしました。